え語る相手ね延長までいきましたけれども、はいはい、結果的には4対2で日本が勝ちましたよ、ねはい、ということでございます。はい、なんで、感想戦もやりながら、ちょっとこの試合でのお互いのチームのいろんな意図みたいなところは、ちらちらっと話しつつ、はい、あとはちょっと今後のこともちょっとなんか話しながらっていう、ちょっと速報的な回としてやらせていただければと思いますので。疲、ね、れてますけどもね、ありがとうございます。とここのことですよね そうですね。と<ー>、はい、いうことでま改めてスタメンのところから見ていこうと思いますけれども、ねえーまあ、プレビューで僕らもちょっとメンバー完全に当たってたってぐらいだったので、多分大岩さんとしてはもうこっちのメンバーから考えて、はいうんうん グループステージ第3戦の韓国戦メンバー決めてたぐらいだったんじゃないのかなと思うぐらいでしたね。はい、なるほど。パガ国母選手で、で、ディフェンスラインは高い選手だけ前節から残ったままで、関根木村、高い大畑のフォーバック、はい。中盤は今日の高い3人のえジョエル、リヒト、クリュウの3人で、右に山田福喜左に佐藤えセンターフォワードにホセア、青ということでございました。はい。で、まあ、あとで昼ラジオでもね、あの、12時に、え三ダか虎の穴チャンネルの方でもいろいろ話そうかなと思いますので、 まあこの試合の話だけも、ちらちらっとこう、戦術的なところだけパパッとこう話していきたいなと思います。はい、そうですね。はい。えー、なんで、まあ、で、なんでこんなあっさり振り返るかって言われたら、うん、正直ね、さまあさ、な、ま、かな退場者も出たから、もう二度とこんな試合なんてまたありえないので。そうですね。体現戦のちょっと低い試合ですかね。まともなこう、戦い方をした試合が何試合あったでしょうかというぐらいのね。本当に何分あったかぐらいのもんであるなあ、ねえー、えばまずはね、もう開始早々。そうだね。選手が素晴らしいシュートをぶち込み。 うん、ねえその後すぐにね返されすぐにでもないかまあでも返されちまったね19番のヘディング11番のクロスから見事なゴールでしたねそのあと退場後たあとに退場でしたねえ1日で退場の向こ向はもうね引きこもりますけれどもなのにこちらが1点をセットプレーが取られてしまうという、うん いやこれは苦しくなったなとあの時はちょっとオリンピックが遠ざかってうな気持ちにも正直、脇にもね信じてましたけど一時はなりましただけにねその後に後半ですか後半ですね木村選手がぶち込んでくれた時まあ追いついたこれで負けはない負けはないとそうだね相手は一人少ない状態ではありましたからそしてその前からでしたけどやっぱり日本が ミドルシュートとか中央で行くとかじゃなくて、うん、もう必要に右サイドから行ってた。これなぜなのかというのがね、ねどういう作戦なのかというのはやっぱりコメント欄でも生配信で、はいえー、多かったんで、その辺のちょっとご解説をいただければなと、ね、思いますけども。もちろんでございます。まあね、活動がひ開けたというところですが結局はね。そうですね。えー あのー、はい、まあ、もうちょっとなんかベンチと、まあ、結果に大岩監督のちょっとね、はい、試合後のインタビューと考えると、はい、ベンチと選手でちょっとそこがあった人もいたのかなと思いましたけど、はい。まあ、でもただちょっと序盤のところからお互いの狙いも含めて、はい、その右サイドに結局至ったのは一体何なのかってところを紐解いていきたいと思いますと。はい。で、まあ1、1点目今マーサーが言ってくれた通りでしたけど、はい、やっぱり山田選手のあのゴールはすんごい良かったね。65秒ゴール。はいはいはい で俺ね、あの展開がもうちょっと布石になってたんじゃないのかなとちょっと思っていて、うんうん、やっぱりあの日本全体銀ですけど、はい、あのこのケイン君、うん、佐藤ケイン選手、すごい持ち運んでもくれるし、はいね、で、プラスね、あのしかもすごいのは彼は本当、奪われないんですよね、自分でボールを持ってる時、うん、はい なんだけど、要は、どちらかというと、フィニッシャー感があるような選手でもあったりするから、日本からやっぱり右サイドから行こうっていうのがすごく良かったっていうのは、まあ、ありましたよね。あ、うんまあ、相手5バックでね、しかも退場者出しましたから、もう5、うん、5、4ブロックですかす、ね、?5、3、1でもなく5、5、ね、4、0。でも、ガッチリ、だから、これ、どう崩すのかなと思ってましたけども、はい。そうなんですよ。うんうん、結局は、 あの山田のゴールってところがやっぱりすべてだったかなと思っている、プラスの右サイドからの連携がすべてだったから、はい、日本全体で、うん、日本の,その代表チーム全体でやったことは、統、うん、一した石は僕これだったと思いますね。なるほどですね。ラブの蓄積ダメージはい、はい、あーなるほど、うん、だから、うん、もう本当、必要にでしたけど、たまにこう左サイドの大畑健にも振ったりだとかしてましたけど、はい、正直もうほぼ右だって言われま、ね、いやいや本当ですね。 うん、あ,あ,あんなの見たことないぐらい、もうそこ一点攻めでしたね。そうですね、今、5も俺、えー、僕らしてましたけど、えー、どっちかっていうと、5、4でもあったけど、うん、なんならこの相手の右ぐらいの人がもう真ん中くらいにいて、うん、ボランチ2人がもう右のハーフスペースに入ってきてみたいな感じでしたから、ねはいはいはい、こんな感じだったじゃないですか、ほぼ。うんうん、だからもう、日本代表としてここからやらなきゃいけないこととしては、うん、正直これ、あの、 ね、我々を同時して終わった後からだけど、こんなに2レーンの、しかもど真ん中に中央にこう壁築かれてる状態だと、うんはい、ミドルシュートを多分打っても入らないというか、壁に当たっちゃうので。まあ,まあまあそうですね。こじあけ、それでもこじあけろっていう人いると思うけどね。怖い、ねまあ、誘い刀でね、いろいろ変化つけてみたいな、うん、そういうのもなかったので、もう必要に右から取必要でしたね。はいはい、はい。あれはもう、もう意図としかもう、これはもう言えないぐらい,い,いです、ね、こっちじゃないですか。 えー、ただ、やっぱりやってたこと一つで、はい、この山田風紀、山本力士と関根広樹、この3人のうちの誰かが右でぐるぐる回しながらなんだけど、はいはい、絶対この、まあ、ちょっと山田君にいきますが、うん、この右のポケットと呼ばれるところに誰かが侵入する動きをずっと続けてたんですよね。で、プラスそこに松木も入ってくるパターンもあれば。うん オスヤも来るパターンもあったりだとかで、はい、本当、右偏調と言っていいその右から来るからこそ、もう、キングがやってたのも、ファーでも来た場合は、彼が決める。うん、で、そのサポートは大畑がやる。はい、で、真ん中にジョエルが陣取って、すべてのカバーリングは、もう木村と高いでやる。もう本当、これですべてやってたんだなってところがありました。まさに。ま、さにだからもう、彼らがやるのは、ジャブで何回も、この相手の、 ウィングバック、またボランチの一角、うんうん、そしてセンターバックの左と真ん中、うん、ここら辺を絶えず、もう、もうバチバチと何回もステップワークで、スタミナを削って、後半の最後にでも決めていこうっていうのが、おそらく流れだったんだろうな、というのはありましたね。ねまあ実際そうなったわけですけども、途中ね、うん、足のつる選手が出てきたりとか、相手にね。 あの<ー>56人カタールバタバタと倒れた瞬間とかもありまったもね,ーねー。もう暑かったのもありますけどやっぱ10人っていうのは10人で揺さぶられるっていうのはこうやってねそうね。そう,のはもうまさにね。思いましたね。めちゃくちゃ聞きましたね。はい、で結果ねただそれでただ想定外だったのは、うん、まさかの1点食らったことではありましたけど。そうですね だそのセットプレーのところはもう一回確認っていうのはちょっとあるかもしれませんが、これもちょっと同時試合でも言ったんですけど、あの今、ヨーロッパも含めて、基本的にそのセットプレーって2夜狙おうみたいなのがちょっとトレンド化してるところがあるんですよ。だけど、なんかちょっと日本代表、韓国戦もそうでしたが、ファーでちょっと点取られるっていうケースがちょっとあるので、多分ここら辺はお,お互いというか、選手間の中でもいろんなね、ちょっともしかしたら話し合い、もう一回なんかやり直さなきゃいけない部分はあるんじゃないかなと思います狙われてるっていうこともあるんですか。そそうででですねでもものセットプレーで自分たちも点は取れてる 森保やっぱンは逆に、ね、セットプレー取れないし取られないとかっていう時期もありましたけど取ってはいるんだけどまあ一旦置いておきましょうと、はい、であとはまあちょっとこれも言っておきたいのがまぱここじゃないって思ってて俺この試合の誰が良かったかって言われたら多分マオブザマッチいろんなこうねみんな分かれると思うんですけど、うんはい、大岩監督が細山を残したことが。うんうんうん 俺、なんかある意味、M、なんか、マンオブザマッチに値するんじゃないのかな、ちょっと思っていて。何中心のかかだっったじゃないてことですね、はいはいはい、そうですね。ははい、まあ、もちろん、PK 取ったのもすごいプレーではありましたけど、細谷君の。うんうん、なんか、まあさ、ずっと細谷君って動き続けてたなと思っていて。PK 取ったそう。あ、PK じゃないごめんなさい。あの相手のレッドカードですね。ああ、そうですね。ああ、そういうことですね。そ<う>は,いはいはい。そうそう あのあの最後のゴールの印象が強くても、そうだ、それありましたねよね。あったよね。相手を退場させたっていうね。いうはいはいはい。あの、細谷くんずっと実はすごかったのが、はい、あの、相手のピ、あの、相手のキーパーが退場した時とかもそうですけど、うん、松木君とか結構実はボール持ったらずっと細谷選手見てたりだとかして、細谷、はい、が裏に抜けてくれると思ったから、ああいう高いボール出したら、細谷、はい、と、 キーパーがまあ接触するような形とか、キーパーが補く蹴ったからまあ撃が生まれたなんてことありましたけど、なんかすごいちょっと多かったなと思うのが、うん、この右サイドからの攻撃が多かったじゃないですか。はい 日本は。うん、その時に細谷くんって、こう、右サイド、こう、関根が後ろ抜け出すよとかっていうふうになって、すごいそこから、こう、横に、こう、すごい素早いクロスとかが投入されること結構多かったと思うんですよね。低いボールとかがパンパン入りました。ね。そうですよね。うん、その時に細谷くん毎回やってたのが、自分じゃないんですよ。うん、毎回毎回。細谷くんはそれで相手のセンターバックを絶対するはい、はい。なるほどね。藤尾が投入されたってことは、高いのは、うん、細谷くんよりも藤尾君なので、うん。後半からはね、あのー、 フォーバしーしてっててっことしてね、うん、そうでしたね。ここはい、うん、でしかも、右のフォワードに入ったのがホスヤで、しかも素早いボールとか、ファーにかけるボールが多かったから、ホスヤは自分が潰れなきゃいけないで、潰れるための行動をここでするんだっていうアクションですよね。それが聞いてね最後にかか関わるシーンが多かったんだって。だから多かった。 細谷君とマッチアップしていくディフェンダーたちがそれでバタ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 倒れていくんですよね。確かに確かに。かにかにうん、相手のキーバー退場させたのも細谷。センターバックたちをもう変えさせて変え、うん、させて延長になってからいなくさせたのも細谷なんです本。本当だ、ふらふらだったかにかわった男たちは。で、それでいて決めたのがそれで細谷だから。ご褒美来たね、ご褒美来た。うん、って思っていいと思う。だかかららそそのあのあ動きをずっとし続けてたからこそ、うん 大岩監督としても、多分今なったら今の補正にはきっとボール来るぞってのは、ちょっとあったんじゃないかなと思いますよね。そうですね。だから結局、最後の最後でまた、あの、セア選手と、あと変わった、あの、内野選手。彼にもあの最終的にゴール生まれたなと思いますけど、要はやっぱり、セアポジと全く同じことやってたわけだから、やっぱり彼にもそのご褒美じゃないけど、すごい潰れる行動もあったから。 神様からちょっと来た部分もあったんじゃないかなってのはちょっとありましたね。ああ、なるほどな。うん役割だ取れないとれないとね、いろいろ言われながらも、そういう役割はずっとしてたってことですよね。 そうですね。うん。あとはちょっと褒めたいのは、まずあれだね。あの、日本ここまでそう、たくさん攻めたし、多分これ聞いてらっしゃる方にも、なんで日本で決めれてるんだよ、と思った人もいるかもしれないけど、カタールの粘りすごかったね。すごかったですね。戦士でした。彼らは住人で諦めずにね、悔し涙を流しながら、し、ふらふらになりながらもね、めちゃめちゃ走ってたし、最後までね。そうだね。敵ながら、あっぱれでございました。あの、やっぱり粘りみたいなものは、我々もそうだし、なんかちょっと、 認めるとかじゃなくて、なんか、すごいなって、挑賛したいところでもあったなって思いましたね。本当ですよ。そうだった。ただ、我々も中国戦苦しかったですし、ね。惜しかった。昨日のマリノス戦の応援からしたら、もう本当に喉乾く試合がずっと続いてね。大変でしたからね。だからやめらんないですよ、これ。そうだね。ありがとう。ありがとう。ありがとう、ヨージャパン。中国でこれ勝ち抜けたので、ベスト4。 はいといととうことでベスト4進出が決まりました。なので、このアジアカップ、アンダー23、アジアカップとしても、結果、まだどう,にかなるどうなるか分かりませんけど、はい、決勝行く、または三決行くということで、あと残り2試合やることだけは決定しました。そうですね。で、次勝てば決勝進出なんで、はいパリゴニー出場決定ということですね。そうなりますね,ね。もし敗れたとしても、3決定で勝てば決定。うん、3決定で敗れたとしても、パリでやるプレーオフ。うん、なんでそれをパリでやるのかが分からないですけども。<laughs> しかもギニアとね、いうことで。でかい、今日の勝ちは超でかいってことで一瞬もうセットプレークなったときには、パリが、パリが、そういう話はサブチャンネルでしたいですね。ということで、ただですね、まーの皆さんも一応これだけ覚えておいてほしいとい2つありまして、実は決勝トーナメント、初戦やったのがこの試合だったので、日本の対戦ではこの収録ってまだ決まっておりません。そうですねただ、日程だけは決まっておりまして。 えー、ベトナムですね。対戦。どっちかですね。はいはい、で、次回のその試合は、4月29日月曜日の26時半でございます。うん、4月26日月曜日。はい4、は、月、い、29日月曜日の26時半。すごいな、随分。はい。うん、<laughs> 要は火曜日の朝2時半って言った方が多分正しいと思うすなるほどね。いやいや、望むところですよ。はい なんで、本当だったら月曜日の21時からマンデライブとかなんですけど、ちょっと夜中に同時視聴って感じなので、ちょっとここはね、日程とか時間ずらして夜に同時視聴って、感じでやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありました。いよかった、とにもかくワクワクが続くよ、先生。そうだね。でかいよ、ありがとう。でかい。なんで、あとは、この速報的な話はもう、たく昼ラジオであげたいと思いまして、あと、別途ね。 いはい、また今日の昼に上がりますので皆さん聞いていただければと思います、はい、よろしくお願いします,ますももこの勝利をねお祝いしましょうゆっくり休んでください皆さん 本当そうだね。お疲れ様でした。素晴らしかったです。ね。本当、本当そう。皆さんおめでとうございます。ということで、ありがとうございます。応援してまいりましょう。ということで、先生ありがとうございました。試合、ろねまとめていただきました。あり時とかございましのありがとうござ時ました。ありがとうにざいました。ありがとうお願いまし後取りろしくお願いしましでありがとうございました。では、じゃあね、漫才。 Bye-bye!